こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日も編み物ラジオをしていきたいと思います。皆さんも編み物をしたり、風をしたりしながら聞いていただけたらなと思います。今日はこの手染め糸で靴下を編んでいます。ちょっとこっちの方が濃くて、こっちの方が薄いかな。これを見て、 私はあるジュースが思い浮かぶんですが、<laughs> どんなジュースでしょうかすっごい子供の時に飲んだことがあるあのメロイエローというジュースです。なんかすごいこんな色だった気がするんですよね。すごい甘くてどぎつい色だった気がします。今は売られているのでしょうか それとかアンバサとかなんかそんなのを思わせる夏の色の靴下だなと思ってちょっと今日は失礼して足をブランとしている <laughs> 様子もの中一緒に編んでいきましょうえっ、ー、とこの手染め糸はドイツのピラテンウールという会社の毛糸なんですが ETSY? 何、e? て読むんだろう ?HE かなその、えっと、アプリで輸入したもので去年の2月くらいに買ったのかなで3月くらいに届いたものです。ね去年使い切ってあげれてなかったので今年こそ夏靴下に変えようということで編んでいます。 すごいなんかライムとかさレモンみたいな色ですよねメロイエロでこれ巻いたんですよカセで売ってたのでそれをと糸巻き機で巻いたんですがで内側と外側から出してきてこんな風に編んでいますがえっ、ー、と多分どう置いたらいいかなって最初こう置いてたんですけどもこう立たなくなっちゃったので横に置いててこう こっちはいいんですけどこっちクルクルしてきちゃってこうなるのでこう置いたらどうかなと思って皆さんこの内側から外側から出てるものをどんな風に置いてるのかなこうしてるとでも今重みがなくてね結局引っ張るとこうこっち向きになっちゃうんですよねだからここがこうクルクルすると靴下かこっちをクルクルし直さないといけないのでちょっと悩ましいな結局こうかな まあでも残り少ないからね2つに分けて切ってっていうのもしなくてもいいかな巻き直すとかしなくてもいいかなと思ってこのまま編んでおります今日はいろんなことを話そうかなと思ってるんですけどそんなにあちゃこちゃあっちゃこっちゃ飛ばずにえー、とこの間の放送の話と動物靴下の話と。 そして手の話を熱く語ってみようかなと思っていますこの間前々回かな編み物ラジオの時にちょっとこう落ち込んだ後だったんですよそれをちらっとこう言ったんですけどどうかしましたかって声で気づかれてる方もいらっしゃって<え>声ってすごいなーっていうかその気づかれた方がすごいなって思いました確かに 声って変えれないですもんね。多分、あの、私の声を聞いてくださってる方は近くにいたら私だって気づくかな。でもなんか録音するとちょっと雰囲気が違う気がするんですよね。それは何私の自分の脳を通ってこう聞いてる声と他の人が聞いてる声が違うからっていうものなのか、録音してこのスマホを通すと違うのかがわかんないんですけど、 もしね、どこかね、ケイト屋さんで、しゃ、私が喋ってたりとかして、あ、そっくり行ったのまゆみさんですかなんて言われたら嬉しいなそして、こう、気持ちっていうか、こう、へこんでたりとかするのも、声に出しちゃったんだな声に出ちゃったんだないや、でもそれに気づいたのが、すごい、繊細な方というかね、それに救われたというか、こう、もう、 会ったことはないけど皆さんそこまで感じ取ってくださって励ましてくださってちょっとたくさん親友ができた気分ですありがとうございますなんか声ってねごまかしが効かないというかだからこそ本気で話そうかななんて思いましたいろいろ 人生ね、皆さんもあると思うので私もいろいろあるかもしれませんがなんかそのまんまでいこうかなーと思いましたほらこうクルクルしなきゃなんないのをどうにかしたいんでねそしてこの間えー、と猫の靴下を編んだんですが今日コメントで早速ああ えっと、緑にして、カエルにしたらどうかとか。いやー、それいいですね。いや、多分ですけど、この端、端っこを緑にして、えっと、私は目をちょっと寄せたっけ、あ、目、目じゃない、耳か。猫、ね、の耳をちょっと寄せたけど、端っこにこう目を作って、ポコッとして、で、緑、真、まあ、緑で、こんな、こんな緑とかでこうしたら、カエルに見えるかもーっていう。 とか、私は犬を飼ってて、犬を作りたい気持ちもあったんですけど、猫の方が簡単かなと思ったので、で、なんかあの猫の動画を見た友達と今日、ね、目の位置がここだったらよかったんじゃないかとか、なんかこう、ちょっと研究したんですよ。その子は絵心あるから、私と違ってちょっと刺繍の位置とかね、で、髭をこうした方がよかったかとか、 で、なんだっけ、犬を作るには、目、目、鼻、ポチッだけで、なんか犬っぽい感じになりますで目の位置がもうちょっと離れてた方がいいのかななんて思って、いろんな動物、靴下ちょっと浮かびそうなので、もし、どなたかこう、チャレンジされた方は、 写真を送っていただければ動物靴下大集合特集をしたいなと思っています。どうしよう、いつぐらいまでってしようかな。そんなすぐに編まないですよね。私みたいに。編んだらその日にやっちゃえっていう感じではないですよね。皆さん。うん、一応1ヶ月後くらいにしようかな。6月25日ぐらいまでにちょっと動物靴下。 編めた方は一旦ちょっとインスタグラムかあの皆さんのアイコンでお見せいただけますかでこんなのができましたこういう風に編んだんですかねみたいなカタログみたいにしたらいいかなと思いますわ楽しそう今度はみんなの靴下動物靴下バージョンみたいないや難しいよっていうこともあるかもしれないので一応編んだけ出しておきますなんかこれからまた新しい展開が 生まれそうでいいですねちなみにこの靴下も動物モチーフみたいなのにしようと思っています何になるかは後のお楽しみ今のところもメロイエローにしか見えてないんですけどねライムとかレモンとか私大好きなんですよねお酢もね 酢の物の汁を飲みたいくらい好きやん。<laughs> でも、いつも母に、いや、そんな、飲まないでよって言われるので、飲、飲みたいくらいいいな、美味しいなって言っても、飲まないでよって言われるので、飲むのを我慢してはいるんですが、あの、お酢大好きです。一時期何年か前に父と私で黒酢にはまって、生野菜に黒酢と塩で食べるっていうのを、 お酢何本分くらい2人での飲んだ飲んだ食べたかなすごい好きなんですよ <laughs> あとなんかお酢リンゴ酢みたいなのを水に溶かして飲むみたいなのも1本くらい飲み終わったかなもしかして味の中で一番好きなのは甘いしょっぱいとか 胡椒とかも好きだし唐辛子も好きだけどもしかしたら酸っぱいが一番好きかもしれませんねレモン1個食べたりできるくらい好きですあの唐揚げについてくるレモンを唐揚げにかけなくても食べれるくらい <laughs> どっちが狙いなんだよっていうね いるかな。今日すっごいカエル鳴いてるんですよねもうそろそろ田植えが始まるんだけどこんなにカエルが身近にいるのになぜカエルをあもうと思いつかなかったのでしょう <laughs> うちの姉がカエル大好きなんですよねカエルの本がいっぱいありますねうちにはどんな動物が集まるか楽しみにしております そしてこれがどんな動物,動物,、うん、動物に入んないかな動物になるか楽しみにしていてください多分これは木曜日にあげるので金曜日の動画には上がってくると思いますそれでは手について語ろうかなと思いますえー、っとよく手を褒めてくださる方がいて 私はそんな、そう思ってなかったのですっごい自信になりました。えー、こんな手をしていますが、<laughs> 赤いし。え、あ、すいません、もうだんだん日焼けしてきちゃって、ちょっと仕事やテニスでどんどん黒くなってくると思います。去年はそんなに黒くなる前に終わっちゃったけど、毎年ね、ここにラインが入るくらいで、ね、日焼けします。日焼け止めとかを。 <占>い人 <laughs> であの私の手はこういう爪が大きいタイプっていうか結構大きいんですよなんか画面上では大きさわからないと思うんですけどうーん,こうーん結構大きいです男の人ぐらい大きいかもしれない。でこう薄くてでゴツゴツしてるのがすごい嫌なんですけどだから。 こう映ってたらゴツゴツしてるの分かんないですよね。だからこっちから映すことが。まあ、編んでるっていうのもあるんですけど。で、えっ、ー、と、どんなふうに手をケアしているかみたいな編み物には不可欠というかだと思うので、前にほら手に汗かくかかないで,で編む前に何をしているかみたいな。 えっと、手に汗をかくなら、ちょっとこうベビーパウダーみたいなのを叩いたりしてからした方がいいんじゃないかみたいな話をしたことがあると思うんですけど、私はどっちかというと手が乾燥しちゃう方なので、えっと、ベビーオイル、あ、違う、え、いいのか、ベビーオイルを塗ったりはしていますが、毎日塗るわけでもないし、うん、なんだろう、こう、ミニマリストでもあるから、できるだけそういうケアをせずに、 何かん何か足さなくてもベストの状態に持っていけるような、うん、食事であれなんか体の中からすること本当はあの夜寝る前にクリームを塗って寝るとかもしたこともあるんですけどうーん。 続ける習慣になる前に諦めたというかそうじゃなくってなんかそれをしないでもっといい方法はないかななんて思っていますなので今本当にたまにベビーオイルを塗るぐらいでえっとで編み始めていますで乾燥したり、うん、静電気は来たりするけど別に毛糸から来るわけではないので、うん あの、編む前に何かしているということはあまりもうないですね。夏だしね。で、夏まだ夏じゃないかな。<laughs> そして、えっと、最近爪をここ何年も切らずに、ヤスリでこう、吸っています。私結構厚い爪をしてるんですよ。ちゃんと映るかな。爪が厚いんですよね。あんま綺麗じゃなくてすいませんね。えっと、厚みが1ミリくらい多分あるんだと思うんですけど、ここもほら。 ね、力仕事っていうかちょっとするとこうなるんですけどこう厚みがあるので,で丸いんですよ丸いので爪切りでバリンってまっすぐにして切ったりするとここにひびが入りやすいのでえっ、ー、となのでヤスリで形を整えた方がいい形になるということでここ2年くらい多分ヤスリでずっと しています週に1回ぐらい思いついた時にお風呂の前にガーってしてでお風呂に入ってなんかこうバリみたいなのを取るみたいな風にしていますでうちの母がねすごい爪がきれ母姉がねすごい綺麗でで姉なんか指超細いんでなんでいいのがあっちに全部遺伝してしまったんだろうと思ってるんですけど。 もし姉がね編み物してたらもっとでこういい YouTube が撮れたと思うんですけど、うん、爪をこの指先までこれこっからは私が調べたことだから本当かどうか分かんないんですけど指先まで育てなきゃいけないらしいんですよ指先から出てるけどなんでかというとえっと指って端っこまで骨があるわけじゃないじゃないですか。 こ,ここまで骨が生えてるんじゃなくて、生えてるなあるんじゃなくて、ここら辺ぐらいで終わってますよね、骨って。で、その先に指先のこの指の腹とかが、の筋肉がついてて。なので、端っこまで使いたい、なんかこう物を借りってやるときとか、その時に力強くこう支えるものが爪。 なんだ,だそうですだからこここの端っこまでで育てななきゃいけないけも例えばピアノを弾く人とかは、えっと、カツカツ音がしちゃうからで柔らかいタッチにするために切ってますよねきっとねでこれよりも中に切る深爪にするでも私の爪結構すぐここ端っこまで生えてきちゃうっていうかそういう形なので結構長めにいつもしていますでちょっと長いと指が長く見えるかなっていうのもあるんですけど、うん、結構 ヤスリで吸っても1ミリ、白いのが1ミリくらい。この白い部分がなんか死んでる部分で、だからここはい,いくら吸ってもいいというか。で、透明なところにはヤスリをかけないようにもちろんしています。で、端をこう、ちょっと中に入れるようにして、あまり入れるともっと丸くなってきちゃうので、そんな風にしています。 なんか足の爪とかも丸くなるのはなんか足を踏み込んで巻き爪親指のここが巻き爪にもうならないんですけど私はなんか踏み込んでないからだとか言う人もいますよね。いや踏み込んでるつもりなんですけどね。で、結構養分食べるの大好きであの、ちゃんとタンパク質は取ってるつもりなんですが年なのか日焼けのせいなのかここにこうラインが入るのでそこがこう割れないように なんかシリカを飲んでみたりでもシリカが効いてるわけじゃないらしいですね何の話をしてるのいや手についてのこだわりをちょっと話してみようかなと思ってで皆さんどんなケアをされてるかちょっと聞いてみたいなと思ったのでいろいろ喋っていますなんかこの白いところあるじゃないですか爪のそれって爪が生まれる場所ならしいんですよなのでえっ、ー、と この,この状態の時にこう何かにこう挟めちゃったりとかするとなんか白いポツって出てきたのがそばをこういきますよね。で私が小さい頃の多分迷信だと思うけどこの白いのがちゃんと小指まであるとしあのなんか健康だとか言って全然ないんですよね。<laughs> 人差し指と中指ぐらいかなあるのは。 どううなんでしょうそれは本当でしょうか嘘でしょうかでここの部分をあちょっと今日ケアのものを持ってきたんですよねちょっと怖いかなこういうこういうのでお風呂の中であのちょっとこう温めてからこうしてこの甘皮っていうかをこう寄せるようにしてで空気に触れるようにしてこの甘皮がついてきたまんま爪が入るとこう あとからこうささくれみたいになったりするのでそうしています。でこれでゴミを取ったりしてであと私がよくやるのはこのこれですねニッパーっていうんですかここにもう一個爪が割れてああこんな風に育っちゃうんですよね。それをそのままにしててあとでビッて取ったりとかすると痛いのでできるだけこれは毛糸に結構引っかかるのでギリギリでこうして取るようにしています。 ニッパっっていうののかななそんなのを急に持ってきました <laughs> 週に1回そんなのをしてあとこの爪をもう1枚できるのを切ってあと子供の時にはここにもう1枚内側に爪ができたりしたけどだんだん丈夫になってきて厚い爪になったので最近はそれはしていないですが。 あのちゃんと指先まで力を込めれる手にしといたら編むのもいいかなと思っていますあと何話そうと思ってたんだっけそれくらいかなあとちょっとこう毛が濃かったりするんですよねなので。 映らないようにケアをするように気をつけています。なんだろう、全体的に毛が濃いわけではないんですけど、ちょっうん、ゼロじゃないんですよね。眉毛もそうなんですよね。広範囲に生えてて薄いから結局書いて抜かなきゃいけないっていう、ちょっと面倒ですよね。濃いか薄いかどっちかだったら濃い人とか最高ですよね。切って終わりですもんね、眉毛ね。羨ましいな。 で薄かったら書くだけでいいけど、私は時々抜いたり切ったりして、で、もう抜いてはいないかな。で、書かなきゃいけないっていう、毎朝書かなきゃいけないし、汗かくと取れちゃったりとかするのを気にしなきゃいけないというね。でも、あれですよね。前髪を長めに作るっていう <laughs>、ちょっとずるい戦法で、今日は書かなくてもバレないかな、みたいなぐらいにしています。 夏になると前髪短くしちゃうんですよね。前髪は自分で切っています。ちらっとこの前話したかな。なんと、お風呂上がりに顔に何もつけなくても大丈夫になってきました。それは夏だからかもしれないし、湿気があったからかもしれないけど、いつもそのベビーオイルをもうお風呂に上がるか、お風呂の中にベビーオイルを置いといてて、 髪にも顔にもも顔すぐつけるんですよあのワンプッシュで髪と顔にもつけるんですけど、まあ、手にもこうね塗ったり足の足のこの爪にもこう入れたりとかするんですけどちょっと今日はし,しないでみようかなみたいな肌断食とかってありますよね。でしないでみたら前は。 何にも塗らないでると顔が乾燥してきてこう皮がむける感じみたいにパサパサになるのであ、やっぱりつけなきゃいけないんだなと思ってつけたりしてたんですけどこの間は大丈夫だったのでお、ついに顔に何もつけなくても良くなったかなと期待しております顔も強くなってなんかこう食べてるもので決まるらしいのであまりジャンクフードを食べないように 小麦よりもご飯を食べるように頑張っております。多分聞かれてる方は女性の方が多いと思うので、まあ男性でもどのようなハンドケア、スキンケアをされているのかなというのが気になっております。なんかネイルとかでね、うん、竹串みたいなのにこうちゃんとこう コットンを挟んでこうキューってすればいいんですよねきっとねでも続けられるように簡単にしかも綺麗いにっていう方法を模索しております この毛糸も最初4、40g くらいあったかな。いつも 66g あればいつもの長さ。23.5に 17cm の長さが編めるんですけど、48g だったかな。で、前回の猫、猫ちゃんのが 19g だから、なんか 38g か。38g であの長さだったから、あれよりは長く編めるだろうなと思って、つま先も、 全部メロイエローで勝手にメロイエローって名前にした <laughs> メロイエローで編んで2目ゴム編みをしていますでうんこれうん例えば 5g あったら 2.5cm ぐらいは編めると思います 2.5cm ずつぐらいは編めると思いますが最後まで編んででこの緑で何かをしたいと思いますそれは次回のお楽しみということで今日は いつも早口で喋っちゃってごめんなさい <laughs> えーと手のお話でしたちなみに今日履いているのはあの富士山のタブのついたタブ見えないか靴下ですまん丸なこのまん丸つま先だけど映るかなこんな風に足の形になっちゃうのでと足の指の長さがだいたい一緒の私にはまん丸な方がいいかな。 親指と人差し指だけすごい長いよっていう方はなんか大形の方がいいと思います。ということで今日は手のお話でした。今日も最後まで聞いてくださりどうもありがとうございました。また明日の朝6時にお会いしましょう。